うすうす今日は野球やっていきます。ハナコ VS ジェームス。心霊現象が起きてしまったハナコと外国人留学生、このジェームズを倒すことによって課題頑張ってる皆様に希望を与える、そんな野球をしていきたいなと思います。さあハナコ、目が見えない中でもしっかりとストライクゾーンを見極めてホームラン、それがハナコ。まあ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 、慎重に慎重に慎重に自分を信じてドゥーマイベスト。さあハナコ集中しろ。もらった、素晴らしい。ハナコ、これこそハナコ、ハナコ、ハナコ、ここにあり、終わればハナコ世代よ。ありがとうございます。まあまずは先手必勝よ。1点取っていれば俺ゼロ点で抑えられるから、もう確信、勝ち確信だね。まあコールド勝ち、まあ、じいさん任せてください。デンジャラスじいさん知ってる人いますか？デンジャラスじいさん、まあ、このじいさんがしっかりとホームランを打つ。まあまあまあ相手の守備のね、頑固さをね、強さをね、確認したまでよ。まあ任せてください。こいつがホームランを打つことによって結果を出す、それが俺のゲームチャンネル。やべえな、守備うめえぞ、守備がうめえ。こいつら、こいつら守備がうめえ。そしてこいつ荒ぶってる、荒ぶってます。一人で荒ぶって荒ぶってるよ、荒ぶってます、荒ぶってます、一人で荒ぶってます。どうした、追いついて、追いついてくれよ。やべえ、まあ、ハールで相手を潰す作戦、任せてください。ファールで相手を潰して疲れさせるねと思ったか。まあまあ一体でも勝てるから俺任して。さあジェームス、お前に俺の卵打てるかな。俺は基本的にストレートしか投げないから、俺基本的に直球ど真ん中、これが俺のやり方よ。うわっ、素晴らしい、140キロストレート、これをお前に取られるかな。やるやん、やるやん、いい目をしてやがるこいつ。はいはい、バカバカ、こいつフォークまで打っちゃうかと。やるじゃねえか、最後やっぱストレートよ、ストレートで決めます。もう見えないと、もう見えないと、俺の球が見えないと。所詮こんなもんよ、死ねえ。俺ストレートしか投げないから、150キロストレート、これを取られるやつはメジャーリーガーでもなかなかいるわ。まあまあまあ、うちは守備が頑丈でも有名だからね。さあマイク、俺の使ってるマイクとどっちが性能いいかな。ははは、ストレート150キロ常時出せる、これが花子のストライク、なんでもない。さあストレートしか投げない、俺はストレートしか投げないよ。今騙された視聴者多いんじゃない。俺はフォークも投げれるんだぞベイビー。もうチェンジか、まったくバッティングも守備もしっかりとしてる俺にとってチェンジというかなんでもないわ。さあマンジー、マンジー、お前の力を見せてくれマンジー。お前だけがなんでもない。やるやん、112のストレートか、俺と38の差がある。さすがこいつだが俺には勝てない。遅すぎる、遅すぎる、球がぬる。まあまあまあ、運も味方にする、それが俺のゲームチャンネルよ。順調だね、ずいぶんと。これでもう この回で5点ついちゃうわ。さあ大阪スグル、ボストンマラソン優勝した大阪スグル、日本記録保持者の大阪スグル、さあ結果を出してくる大阪スグル選手。まあまあ俺はファールで相手を疲れさせる作戦にも出ているね、しっかりと。くらえ、素晴らしいファン、素晴らしすぎる。エンジョイエンジョイエンジョイ、やるよ、やるやん。ちょっとマラソンの疲れできた、マラソンの疲れできてる。さあ母さん、結果出してくれ母さん。お前たちが俺の頼みの伝えといえば過言ではない。こいつ結構外してくるな、しっかりとやるな。こいつ結構戦略の野球をしてくる。もらった。俺だけが強して誰も守備を守れてない。まあ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 、まあ、これでホームラン打って4点差にします。皆さん見てください、このみんなのリオちゃんがホームラン打つことによって、このね、よ、いや、な、な、今、な、で、あ、まあ、なんでもない、ちょっと。え、入った?あー、まあ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 、しょうがない。ちょっと、遅れちゃったもんね、今ね。くらえ!やべえ!ホームランが打てねえ。俺、ホームランしか打てない体、有名なのに。さっきから俺、ボールめっちゃ振ってない?まあ、いいでしょう。うわぁ!もう俺はね、ボールを見ない。俺のね、俺のカウントにボールというものはないからね。くらえ!やばい、守備が鉄壁すぎる。やるな、こいつら。さあ、ワリオ、結果を出してくれ、ワリオ。ただ、お前が頼みだった。お前がホームラン出すことによって、このゲーム、終わらせる。入った?素晴らしい、ワリオ。ありがとう、ワリオ。お前がいたおかげで、俺は今、栄光の一歩、第一歩を踏み出した気がするぜ、ベイビー。4対0だね。5点差つけばね、これコールド勝ちなんで、だからね、このハナコがホームラン打つことによって、このゲーム終わらせるわ。アディオス。まあ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 、まあまあ、ハナコさっきホームランとか許してあげる。まあヒットでも許してあげましょう。次ホームラン打てば6対0だもんね。任して、じいさん。この、遠心、この、遠、なんだっけ、あの、グル、遠心法、遠、なんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ、遠心力。遠心力を使うことによって、こいつを倒します。え、じいさん、本当に言ってる?本当に言ってる？え？
素晴らしい爺さん、もうまだ年の差を感じさせないレジェンド、レジェンド、サッカー界でいう三浦知良よ、三浦知良、あの人すごいね本当にね。今何歳だっけあの人、この前最年少じゃなくて最年長ゴール決めたよね。さあこの遠心力を使うことによってこいつを惑わせます。遠心力素晴らしい、これもホームランじゃない。まあ確定ですね、もう勝利の BGM 流しとくわ。素晴らしい、ありがとうございます。もう 7-0 か、どうせ俺な、俺のピッチングバケモンだからもう勝ったね。まあとりあえず自分のピッチングまで勝ってします、バイバイ。さあムスカ、あオスカーか、あれムスカーって、あれオスカーだって、あの天空の城ラピュタのボス、ラスボス、オスカーだってムスカーだってどっちだって、お前のせいで分からなくなってきてる、ふざけんじゃねえ。大阪すぐる、大阪すぐる選手本当に、クリスお前俺の球が取れるかな、やるやん、しっかりと取れてくれたらやるじゃねえか。しかし俺の消える巻きは誰も取れない、早すぎる、このカーブ早すぎる、138キロの右に外れるカーブ、あ左か何言ってんの、ちょっと黙るわ。はいはいはい、151最高速じゃない、とこれプロだったら160でんだよね。はいはい、もうね見えないでしょクリス、もう俺の球が。さああと一人取ってマルティン、こいつを抑えて終わりにしますこのゲーム。はいはい、もうマルティンもう全部ストレートないって言うよ、お前なんかもう全部ストレートで十分よ、お前よりよおい、ワリオしっかりと、まあいいでしょう、次やつ抑えますよ、誰だ次は、この俺のスーパーストレート誰か止めるやついるか、フーミコ女なんかに俺の球が取れるかな、もう見えないと、もう見えないと、もう打てもしねえし見えないと、これで終わりだ、やるやん、大迫傑選手ありがとうございます。やっぱ最後はやはり日本記録保持者の大迫傑選手助けられました、本当にありがとうございます。ウィーナー、まあ初ウィーのゲーム実況の初勝利じゃねえか、 7-0 ありがとうございます。今度あれだね、プロにしてから殺された過去にするわ、400いっちゃうんだよまだ、だからしっかりと今度はプロにして終わりやっていきたいなと思います。バイバイ。